おはようございます。武蔵小杉から日吉を経由し新横浜へと走ります。新線開業直前、各駅そしてその道中にはどのようなムードが広がっているのでしょうか。よろしくお願いします。編集時現在デビュー30周年を迎えた東京都交通局6300系がやってきたこの場所は、神奈川県川崎市中原区小杉町武蔵小杉駅、タワマンというワードとともに全国区の知名度を持つ街です。そしてかつては目黒線の終点の駅でした。さてそんな目黒線に大きな変化が訪れようとしていました。まずは改札階へと上がってみましょう。改札階です。印刷に対して随分と大きな面積を持つ、何かを隠すように貼られている様子が認められます。そして向かいには調整中と記載のある停車駅の案内が。相鉄そして新横浜線の文字、さらに新幹線のアイコンがとても誇らしげです。改札の外へと出ました。上張りされている路線図に運賃表、回数券の販売終了に定期券の発売範囲拡大、多くの情報がそこには掲示されていました。さて先ほどの改札の名前の由来にもなっている武蔵小杉東急スクエアの展望デッキへとやってきました。東急急線橋の廃車体から切り出された、つまり本物が側壁に用いられていることが特徴的なこの展望デッキ、ここから見られる車両たちが紹介されています。ここで重要なのは新線の開業によりもっと賑やかになるということです。さてここで別の改札口へと向かいたいと思います。JR の北改札へとやってきました。こちらは新線のムードはあまり感じられません。ライバルとなり得るので当然かもしれません。そのまま JR 北口へとやってきました。ここは川崎、つまりサッカーチーム川崎フロンターレの街です。青い郵便ポスト、そう表現できなくもありません。この付近で電動アシスト自転車をレンタルします。さあ早速走り出しましょう。まずは JR 南武線と並行に進みます。まもなく最初の目的地、中原区役所です。
中原区役所へやってきました。この日は日曜日、区役所に人はいません。寄り道した理由はこの可愛らしい植物風の電話ボックスにあります。一見するとただの公衆電話ですが、実は編集時現在日本に3台しかない公衆電話です。何がそんなに珍しいのか、それはその姿を見れば一目瞭然です。そう、この公衆電話は受話器が2つあるデュエットフォンと呼ばれるタイプです。デュエットフォンは1990年に電話開業100周年を記念して制作されたもので、現存はわずかに3台。デュエットフォンは普通の公衆電話のように使用することができます。たった一つだけ違うのは、右の受話器を使って3人でも会話できるということです。ところで、これ相手もデュエットフォンだった場合は4人で会話できるのでしょうか。今や多くの人が電話として使用するスマートフォンのほとんどにはスピーカーというモードがあり、それを使えば4人よりもはるかに多い人数で会話できそうですが、そこじゃないですよね。とても愛らしいデュエットフォン、これからも大事にされてほしいなと思います。中原区役所を出発します。これから向かうのは武蔵小杉以上に大きな変化を迎えつつあるであろう目黒線の終点日吉です。目黒線の終点が武蔵小杉ではなく日吉へと延長されたのは2008年のこと。編集時現在15年前のこととなりました。2008年はちょうど横浜市営地下鉄グリーンラインが開業した年であり、日吉にとってとても重要な変化の年でした。しかし、その時をさらに上回るであろう変化が今、日吉、そして東急に起きようとしています。日吉です。自転車は駐輪場に置いておき、ゆっくりと観察します。改札の中央に明らかに後付けされた投影機動画にとのみ表示されたモニターがあります。その進化が発揮されるまであと少し。ここ日吉は武蔵小杉以上に変わるんだという感じがします。あまりにも上張りが多く脱皮直前、そんな様子です。美しいかと言われるとやや返しに困ってしまいますが、撮影時現在ならではの雰囲気とも言えます。入場券を購入し改札内へとやってきました。大きな期待を深センに寄せている、そんな想像に固くない掲示がずらりと並んでいます。これらを制作している時、きっと楽しかったに違いありません。もう間もなく校舎専用ホームとしての役割を終了する東急日吉駅2番ホームを観察します。
今度は向かい側、渋谷、目黒方面の方面へとやってきました。側壁に掲示されている駅名表には新駅、新綱島の文字が。こうしてこの場所で電車が入線を待つこともなくなるのでしょう。東急が新幹線との接続駅を持つ、そんな日が本当にもう間近まで来ていると強く実感しました。さて、改札外へ出て一足先に電動アシスト自転車で東急新横浜線を体感してみようと思います。新横浜へと向かいます。先ほどの自転車で出発します。まずは経由地綱島へと向かいます。綱島と新綱島がどの程度離れているのかを実際に体感していなかったので、先に綱島へ向かおうという魂胆です。綱島の見どころの一つとしてバスターミナルを挙げることができます。極めて珍しいスイッチバック式のバスターミナルです。新綱島が開業してもこのバスターミナルは残されますが、練習時現在ここを発車するバスのうち半数程度を新綱島発へと改める案が存在します。これが実現されると撮影日現在のような頻度で発車するバスを見かけることはできなくなってしまうかもしれません。また走り出します。なお間もなく消滅する景色として少し離れたこのバス停が挙げられます。ここは待合室が雑居ビルの居抜きという極めて珍しいバス停です。すぐに新綱島です。幸運なことに少しシャッターが開いており、中の様子を多少伺うことができました。もう間もなく開業するとは思えない周囲の様子が印象的でした。また走り出します。よく見ると新綱島の入り口にお偉いさんと思われる方々がいらっしゃいます。少しシャッターが開いていた理由でしょうか。
正面には先ほどの綱島が。ここで左折します。大綱橋で鶴見川を渡ります。渡ってもなお神奈川県横浜市港北区です。一気に新横浜を目指します。ここで右折します。だんだんと世界観が変わってきたような気がします。右には横浜アリーナ、新横浜です。目の前には新幹線が。無事に新横浜へと到着しました。電動アシスト自転車を返却しました。よく走ってくれました。東急にとって39年ぶりの新線開通、そして悲願の新幹線との接続駅の開業、その期待を十分に感じることができました。開業が非常に楽しみです。せっかくですから少し新横浜を歩いてみることにします。垂れ幕はややフライング気味ですがご愛嬌。ここは撮影日前日に供給が開始された横浜市営地下鉄新横浜駅中央改札です。このシャッターが開けられる日ももう間もなくです。むしろ日中にもかかわらずシャッターが閉まっているというのはこの撮影日現在ならではの光景となりました。相鉄新横浜線、そして東急新横浜線、とても大きな期待を背負った2つの路線、開業を間近に控えたとある日の記録でした。さて、この動画はこの辺りで。ここまでご覧くださりありがとうございました。またお目にかかれれば幸いです。それではまた。